どんな家を回ればいいですか。そしたら、ゴータマ知ったんだわ。なるべく貧しい人の家回りなさい。感謝、愛のレベル、お金に対する。これは低いと不幸になっちゃうし、高いと幸せになる。いい巡りと、最後は天運。天運をもたらします。皆さん、こんにちは。今日は金運に恵まれている人が実践していることというタイトルでお話します。よろしくお願いします。これね、昔の話なんですけど、お釈迦様がね、昔仏教、最初上座部仏教っつってひたすら瞑想してた釈迦、そしてバラモン教の祈祷とかね、ああいうごまたきみたいなのを禁止してたんですよ。呪術全部禁止してひたすら瞑想しなさい。で、托鉢って言ってね、お椀持って家に回るんですね。で、食べ物とか飲み物とかね、お金とかもらっていくんですよ。で、それで何とかしたんですね。初期の仏教、清浄仏教、上座部なんですけど、で、弟子にね、托鉢に行く時のね、心得を言ったんですよ。どんな家を回ればいいですか。釈尊にね、ゴータマシッタルダに来たんですね。そしたら、ゴータマシッタルダは、なるべく貧しい人の家回りなさい。え、貧しい人お金ないくって出せないじゃないですか。もっとお金持ちからもらった方がいいんですか。お金を今の人生、今この瞬間にない人っていうのは理由があるんだよ。何ですか。それはね、そのお金がなくて苦しんでいる種々人々の過去世はお金で社会に貢献していない。お金で人を幸せしたい。お金で自分を幸せしたい。要するに、お金のエネルギーを循環させなかった人なんだよ。なので、今そんな貧しくなってしまって。だから、感謝の気持ちでお布施をするんだけど、お金がない人こそ感謝の気持ちでお布施をする。たとえ少額でも、自分の気持ちを乗せて感謝の誠意で、ない中からないなりに出すってことが、ものすごく得。陰徳になる。その人の未来の幸運の種になるんだよ。だから、お金がない人の家を回っていって、お金がない人に感謝してお礼をしてお金もらってきなさい。いいですか。決してお金持ちの家回るんじゃない。お金がない人の家を托鉢して回るんですよ。それが彼らにとっての大いなる徳積みであり、お金の運を開く元になる。結局この話なんですよね。この金運が金運がローの人、下がってる人っていうのは、この積み重ねがない、積み重ねが低い、お金に対する感謝愛が低い。お金に対する感謝愛のレベルが低いと、この人はお金ではないですね。で、こっちの積み重ねが高い人に関しては、お金に対する感謝と愛が高い。感謝と愛が高いから、この人は幸せ。結局、この積み重ね、感謝、愛のレベル、お金に対する、これは低いと不幸になっちゃうし、高いと幸せになる。だから、お金を今持っている人は、自分の人生と過去世において、感謝で愛でお金を回し、寄付をし、自分自身と他者に対して善なる行いをして、そのお金の感謝行為エネルギーを高めたから今幸せなわけだって、今ない人っていうのは過去世をしてなかったわけなんで、積み重ね感謝愛のレベルが低いわけだって。だからお金で大変になって不幸になってしまってる。だから、この低い人の家を回って感謝で出してもらうっていうのが、その人にとっての一番の得意で、それをする機会を作るのが我々仏道者の、務めだよっていう話を釈迦はしてたと思うんですよね。なので、金融に恵まれている人が実践していることっていうのは、まさに
こう積み重ねが高くなる、感謝愛の意味が高くなって幸せになることを、まあ、実践している。これはあの施しの段階があって、さて、あの記者喜んで出す。まず喜んで出すんですよ。喜んで捨てる、記者っていう概念が仏教語であります。喜んで捨てる、喜んで出す、常在。これ常在はお金。まあお金がなかったら、まあも物資、常在物資、お金とか物を喜んで捨てる、喜んで出す、施し、記者、施し、記者、常在物資、これを愛と感謝のレベルを高めて、愛と感謝を高めて施す、まあ、記者、常在物資出していくってことが、これが良い循環。良い巡り、エネルギーの高まりをもたらして、その人の徳が上がる。向上になっていきます。なのでこれ、あのお金って今言いましたけど、お金って何かって言ったら、あのいろんな価値観を持ってる人います、この3次元の中のお金に関して。でもお金って地球上に現れた宇宙の中心からのエネルギーそのものなんですよ。色自体本当は金融のエネルギーって真っ白なんですよ。だからそれが、その人が愛を込めてこのお金の金運の元エネルギーを動かすと、その白いエネルギーが金色になり出す。金色になり出したエネルギーが幸福を引き寄せてきて、共鳴磁場で、それが実際のお金になったり物になったり幸せな環境になったりして、現実化していく、3次元に形になっていくんです。だからその白とか金のエネルギーをいかに作っていくかっていうのが一番大事なわけだって。さっき最初に言ったお釈迦様の貧しい家の人に回っていく、要するに自分が現実的に大変であればあるほど、そこの中から自分の、まあ、限界って言っても大変なんですけど、まあ、そういう感じでないとこ絞り出して感謝で施していく。だから僕昔本当お金なかったんですけど、収入の中の、まあ、ある程度の部分を全部神社に感謝して、あのその毎回やってたら本当に生活できなかったんですから、あの何回かに一遍はすごい誠意を込めたお布施を神社にしたりしてました。それはお金がない人ほどそういう愛と誠を極めた積み重ねをしなさいっていう、その釈迦の教えを知ってたんで、一生懸命お金のない時代からいろんなあの NGO を寄付したり神社寄付したり20代の頃からしてました。で、あのすぐに何かが変わるってないんですよ。お金のエネルギー低い時はね、いきなり変わったりしないんです。ただ幸福感が上がってくるんですね、自分の中の積み重ねていくと。1年2年3年経っていくと、僕3年ぐらい経った時に、あ、なんかこの幸福、自分が出させてもらっている、お金をね、愛を込めて感謝を込めて、この気持ちが全て大事なんだなっていうことに気づいて、結局できる範囲の、まあ、収入1割くらいを、まあ、いろんなところに、まあ、寄付するっていうのを、まあ、今してますけど、それをやっていくことによって自分の中の器、この財政っていうの、財を施す、それに財政によって器ができる。お金の器がね、このお金の器ができる。お金の器ができて、お金の器ができると大きくなった分だけその人の中の自己信頼度、承認度が上がって器が上がるから、そこにまたお金が入ってきたら、その中のまあ1割一端を愛と感謝と誠を極めて施しさせてもらうってことをすると、また器が大きくなって NG になって、これを繰り返していくことによって
貧しい状態っていうのを脱却していって、より自分の中の純度の高い愛を循環させる、それによって幸福感を高めて、その幸福感がより大きく全ての人に伝播していく、広がっていく。それによって波動共鳴の法則で同じような幸せを分かち合える仲間ができて、自分自身の幸福感をいろんな人とシェアして、ますます社会に貢献していくようになる。そこに伴う仕事とか人脈とか器とかいい循環がどんどん大きくなっていくっていう善のダルマの循環ができるんですね。これがおそらく社会を見たかった一番のことなんで、その積み重ねがどれぐらいあったかで、結局その人の器と徳分値、積み重ねたエネルギーの違いによって、その人の成功性、平行宇宙、パラレルワードがどんどん上がっていって、一人一宇宙なんで、その人の中の宇宙が幸福感と愛に満ちた器の大きい豊かさにがいっぱい詰まっている、大いなる器になるっていうのが、宇宙がその人に求めている、金融に恵まれている人になるってことだと僕思ってるんですよね。だからお金がないからできませんって言ってる人、僕いっぱい見てきたんですよ。いや、お金がなくてもいいから、できる範囲の中で限界でやって、大変でも、それを自分の中で愛を込めて執着心なく出して、感謝して、また次以降をどん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 ペースを早めていくと、やがてある程度でブレイクスルーして器がドンって起き上がります。そしたら自分の中の設定値が上がるんで、もっとより大きく貢献できるんだ。だから大変な時こそ覚悟と腹を決めてやっていく、その行動の一歩、行動の一歩先やっていくってことが、循環させていくってことがすごい重要なんで、これを分かってこうやっていくことと、そうじゃない、ずっと文句ばかり言ってんじゃ、もう全然その人のパラレルワールド、平行宇宙、生き方、人生そのものが全く別物になってしまうので、この金融の目で人は実践していることっていう、このね、積み重ね、感謝と愛の幸せの積み重ねを施し、喜捨常在物資で愛と感謝を高めて施して、いい巡りを作っていく、お金の器を大きくしていくっていうことが、特分の向上になって、その人のエネルギー値がすごい高くなって、いい巡りと、最後は天運、天運をもたらします。天がその人に味方してくれる。どんなことがあっても、天が直接あなたを守ります。これが本当の仏道であって、本当の天の道です。だから天運に味方される、生き方をするようになる、一番大事なところがお金の捉え方、そして受け入れ方、そして動かし方です。なのでぜひ天運を豊かにするために、皆さんが今持っているお金をどこに返していくかということを考えて実践させてください。今日は金に恵まれる人が実践していることっていうお話でした。ご清聴いただきましてありがとうございます。じゃあねー。